スティーブン・アレン・シュワルツマンは、アメリカ合衆国の実業家、投資家。世界的な投資ファンドである、ブラックストーングループの共同創業者で同社の会長、最高経営責任者を務める。ペンシルバニア州でユダヤ人の家庭に生まれる。母校のイェール大学では秘密結社、スカルボーンズの一員で、ジョージ・ W ・ブッシュの学友だった。 1969年にハーバードビジネススクールに入学した。リーマンブラザーズに勤務した後、1985年にブラックストーングループを設立し、世界最大のプライベートエクイティファンドに育て上げた。第45代アメリカ合衆国大統領のドナルド・トランプの古くからの友人で顧問でもあり、2017年1月20日から同年8月16日までトランプ政権で 経済界を代表する大統領戦略政策フォーラムの議長を務めた。2020年1月に米中貿易戦争の打開に向けてトランプが中華人民共和国と結んだ米中経済貿易協定の調印式では中国と関わりの深いラスベガスサンズ会長兼 CEO のシェルドン・アデルソンや元アメリカ合衆国国務長官のヘンリー・キッシンジャーらと共に出席した。 純資産は2018年で推定134億米ドルで世界で117番目の大富豪であり、また、フォーブスの世界で最も影響力のある人物の42位にランクインしている。エール大学のほか、マサチューセッツ工科大学やオックスフォード大学にも巨額の献金を行っている。2016年には自ら経済管理、学院顧問委員会に名を連ねている。 中国製画大学にシュワルツマンスカラーズを設立。資材の1億ドルに加え3億ドル近い寄付金を世界中から集め、次世代のリーダーを養成するためのローズスカラーシップをモデルとした国際関係修士プログラムを創設した。ありがとうございます。